昔はすごいガキ大将だったのよ。一日中男の子と一緒に山の中走り回ってた。ちょっと今からじゃ想像できないでしょ。そう私もねちょっとうーんって思っちゃって黙っちゃったね。あ、そうそうではないな、想像できるなこれはと思って、普通にやってそうだと思ったけどそうやってそうだなと思ったけどね。ちゃんと美味しかったよ私たちに言ってんのかな。あ、そうですか。唐突にあの美味しかったよって言われたからありがとうございます。意外と美味しいみたいなコメントじゃなくて報告だったんでちょっとびっくりしました。にしても日本の女の子は何でもまとめて可愛いっていうの本当なんだね。カリン今日は何見ても可愛いばっかりだ。確かに、うん、食べ物に対して何も可愛いよ言ってる唐突に口説いてくるじゃん今そのタイミングでしたかねあ、唐突にね見せていくのも技の一つかもしれない。は怒んないでくださいよいきなり。すいません、ごめんなさいだね、ゆうりさんに怒ってるわけじゃないと思うけどもういきなりねはーとか喧嘩腰なんですけど、カリンは立ち止まると真正面から僕を睨みつけた。え、何怖いんですけど。あのね、そういう他に言うこと思いつかなくて何でも可愛い可愛い言ってるのに一緒にしないでくれる違うのか。違うんか、差が分かんなかったな悪気があって言ったわけじゃないんだけど多分主人公的にも。ええ、私の可愛いは遊びじゃないのよ。可愛いは遊びじゃない。自分でそう思うから可愛いって言うのを、うん、自分だけのセンスで判断してんのよ。結構ガチで怒ってないこれ結構ガチ怒りしてない。普段可愛い教の方ですかね。ねえ、可愛い教を信仰しているからなのか、僕ちょっと怖いですね。圧を感じます。あ、ごめん、僕が適当なこと言いすぎたあーやっちゃったな。何かわからないけどカリンのことめちゃくちゃ怒らせちゃったっぽいぞ。結構いつもよりトーンがきつめだった気がしますね、うん、あれでもつまりカリンは何でもとりあえず可愛いって言ってるわけじゃないってことだよね。そういうことなのかな。そういうことになるわね今の口ぶりだと、うん、それってつまり、うん、あれカリンが何か注目してる。お店の看板カフェ読めねえスイートロリータかロリータカフェ、うん、ボスイックハニーシュガーシナモンカフェ、メイドカフェみたいな感じ。スイートロリータカフェって書いてあるから、うん、かな、近いのかな。え、何この甘そうな名前の店。それにしてもカフェとブティックどっちなんだ。ああそういうことか、どっちなんだ、カフェなのか服売り場、服売り場って言わないのかブティックでいいのかあのおっさんが出ちゃいましたけど、ねえカリン、このお店アマロリカフェブティック、こんなお店があったなんて。アマロリカフェブティック、様子がいっぱいある。どういう混ざりすぎてわかんねえ。アマロリゴスロリと区別して正統派ロリータファッションを言うようになったのがアマロリ。正真正銘の可愛いファッションよ。そうなんだ。あ、ただのロリータだとゴスロリが流行りすぎちゃったから区別が分かんなくなっちゃってどっちのこと言ってんだってなるから、うん、本当はもともとロリータといえばこっちなんだけどアマロリって言うようになったってことか。なるほどね。それのカフェだからやっぱりお店なんじゃないのかな、ブティックなのかな。この店はアマロリブティックにカフェもくっつけてお茶を飲みながらゆっくり服を選べるようになってるみたいね。どういうこと、立ち飲みしながらどうやるの。誰だ、わかんないね行ったことないからかな。ゆりさんわかります、イメージできます。いや、わかんない、わかんない。お茶飲みながら、まあ、古着じゃねえわ。なんか最近服選ぶのは いろんなとこにもなんか、うん、できるようになってるよね。ゲームショップとかにもさ、うん、服選べる、まあ古着とかだけど、ああ一緒になってるみたいな。そう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 、あるし。そうか、じゃあ一応お茶出せるカフェもありつつそういうのもあるみたいな感じ、ね、うん、ごめんちょっとピンポン入っちゃった。ああピンポン、ピンポン今なりましたね大丈夫です OK です、行ってきてください。カリンはすっかり目をキラキラさせていた。じゃあ寄ってく。うん、でもこういうの私のスタイルだとちょっと雰囲気合わないかな。あ、まあ確かに前ステージ出た時はパンク系のファッションでしたもんね。ああそうだね、そっち寄りなのかな今やりたいファッションは。めっちゃ好きそうな感じだったけど、
うん、そうね、ゴスロリの人を見かけた時もテンション上がってたからね、好きなんだと思うけどね。え、でもカリンこういう可愛いの好きなんでしょ。あんた、いや思いっきり顔出てたよ。いや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 、好きそうな声のトーンで話してたじゃんさっきまで、うん、え、それって秘密のつもりだったの。いやだってよく考えたら前からカリン可愛いものを、あ、ブツって書いてある、可愛いブツを見ると目の色を変えてたし、つまり普通にそういうものが大好きなんだろうなって思ったよ。好きならいいじゃない、何が問題なの。だってさ、私みたいに背があるのが、あ、背があるのか、可愛いのが趣味って身長関係ないじゃん。あんま関係ないかな、ゴスロリーファッションに、うん、とかロリータファッションに関して背丈は、うん、大丈夫だと思いますけどね。いや、その背高いのね、まあ、あのメンバーの中では背高いイメージはあるけどね、そんなにズバ抜けて高いのかわかんないですけどね。ああ、そういうこと。確かにカリンは背が高くてスラッとしていてスタイルがいい、可愛いよりはかっこいいが似合うタイプなんだ。出た選択肢。ちょっとセーブしよう。うん、うん、セーバーするけど、まあ実際ここから労働してやるのか一旦度外視するが、どれだ、カリンが好きならそれでいいじゃないか、うん、むしろ可愛いのの方が似合ってる、確かにかっこいい方が似合ってる、下ではないな、ちょっと肯定してあげたいですね。一番上かな、カリンが好きならそれでいいじゃないか。うん、やっぱ押してあげるか、相手の好きを。下も捨てがたいが、じゃあでも上でやってみましょう。いきます。はい、うん、確かにそうかもしれないね。でもカリンが好きならそれでいいじゃないか。小さい頃は素直に普通のやつか。あ、そうですか。今んとこ普通を狙っちゃってますね。申し訳ない。なるほど、うん、小さい頃は素直にそう言えたと、うん、まあ、今はちょっと変わっちゃったねってことだね。カリンは深くため息をついた。私ね、みつきちゃんに憧れてアイドル目指したのよ。知ってる？きらぼしみつき。わからんな。わからんな。多分オリジナルキャラなんだろうな。うん、主人公も知ってんのかな、日本のアイドル。ああ。知ってるんだ。知ってる。有名なんだじゃあ。もちろん知ってるよ。みつきこと、ん？みつきと合ってる？合ってるか。みつきこときらぼしみつき。世界で活躍する日本のトップアーティストだ。黒髪のプリンセスなんて呼ばれている。おお、すげえ。和のテイストを残したレザーファッションのエキゾチックさに国を越えてファンが多い。僕のスマートフォンにも彼女の曲は入っている。ああ、歌って踊れるみたいな。踊れるは分かんないけど、うん、あれか、アイドルであり歌うタイプの人か。みつきちゃんね、昔は超可愛いキャピカピ路線のアイドルだったって言ったら信じる？今和テイストなのにってことだね。うん。嘘。あのみつきが、まあイメージチェンジに成功したし、今じゃ黒歴史扱いだから、それそれかわいそうだ。新しいファンはあんま昔のことは知らないよね。ちょっとそれは信じられないんだけど、あのみつきが本当に、後で動画探してみよう。 YouTube という強い見方がいますからね、今ね、昔のライブ映像とかあるんじゃないですか、うん、もう公式で上がってるかもしれないし、うん、私昔はすごいガキ大将だったのよ。一日中男の子と一緒に山の中走り回ってた。ちょっと今からじゃ想像できないでしょ。そう。私もねちょっとうーんって思っちゃって黙っちゃったね。あ、そうそうではないな、想像できるなこれはと思って、普通にやってそうだと思ったけど、そうやってそうだなと思ったけどね。いや、それはそれでなんかすごく納得がいったよ。全然違和感がない。そうだね、怖さを知らないなこの主人公は。あ、やべえ、 あらあやべえ。続けてどうぞ。今の会話まだ続ける流れあったか。ああ、それで女の子らしいことなんて一個も興味なかったの。ある日テレビを見るまではね。ああ、もともとアイドルなんかにも興味がなかったと。うん、あ、みつきさんだねと。あ、みつきさんが目標なのかな。ステージの上のみつきちゃんは綺麗なドレスを着て可愛い踊りを踊って、ふわふわなお姫様みたいだった。うん、最初はキャピキャピ路線だったって話だしね。うん、一目で
恋に落ちたのよ。何になんてのは聞かなくてもわかる。カリンは可愛いに恋をしたんだ。お指摘ですね。それからは、うん、可愛い服を着るようにした。地元の児童劇団に入って誰よりも努力した。ミュージカルの主役を勝ち抜いて初めてのステージ。すげえ。お劇団にちゃんと入ってやったんだ。そこがスタートなんだ ね。スポットライトを浴びて私の仕草一つ一つに観客たちが喜んで背筋がしびれるような快感だったのよ。昔のことを思い出すカリンの顔はうっとりとしている。それでカリンはアイドルになることにしたんだね。うん。でも中学に入ってこっちに上京してからぐん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 バカみたいに背が伸びちゃって。いいじゃん。いいことやん。うん。あれ死ぬほど食うのはこの人だっけ、さくらちゃんだっけ。死ぬほど食うのは、いやこの人だね。ああこの人で合ってるか。ちょっとごっちゃになっちゃった。じゃあそれも相まってるのかね。栄養が入って入って仕方がねえ成長期かもしれないですね。カリンは深くため息をついた。今じゃもうすっかり可愛いは似合わなくなっちゃったってわけ。そっか、そんなことが。そうか、なるほど。カリンの事情よくわかったよ。僕はカリンの手をつかむ。お大胆大胆やね。それじゃあ店に入ろうか。どういうこと今の話の流れとは打って変わってって感じなんですけど、手のひら返してきますね。ちょ、あんた私の話聞いてたの？私もうこういう可愛いのはなんかあんま興味がないわけじゃないけど似合わないよねって話だったんですけどね。でもそれ仕事の話でしょ。今日はオフなんだからいいじゃない。趣味で何しようと個人の自由だよ。めちゃめちゃいいやつめっちゃいいやつじゃん。それはポリシーの問題だし、中途半端は自分で許せないっていうか、あんた力強いわね。あ、そうなんだ。今までボコボコにされてきたから力強い印象なかったけど、やっぱり男だからかな。あ、男の子だから。男の子だからいいっすね。僕は強引にカリンを、アマロリカフェに連れ込んだ。いらっしゃいませ。店内は落ち着いた木造の内装でまとまっていた。通りに面した大きい窓側がカフェになっている。そして店の奥の方にフリフリの衣服が展示してある。僕たちを迎えた店員さんはみんなアマロリの服を着ていた。といっても制服って感じじゃない。みんながそれぞれの自分の好きな服を着ているみたいだ。どの店員さんもすっごい美人さんだ。何よりも自分は可愛いんだって自信にあふれてて、そのオーラが体から染み出しているみたいだった。気に入っていただけたようで、うん、ね、入ってよかったでしょ。これは直接言葉に出してないな。あ、そうね。言えばいいのになんで心の中で言ったんだろう。今日はお洋服をお探しですか、それともカフェでお休みですか。ああ、それじゃあ何か飲み物、メニューは。全然内装が想像できんな。カフェと洋服店が一緒になってんの。このお店って服を試しに着たりとかできるの。強引グイグイ行くやん。めっちゃ着させたいのかな。それ思ったね。なんかめちゃめちゃ押すやんって思ってさ、ね、それだけなんか結局自分の中で抑えてる気持ちを抑えたままにしてほしくないという優しさなのか、見たいという下心があるのか、うん、どっちなんだろうねって感じです。あとこのお店やっぱりあれなんで、着れるのかな。ああそっか、そうね。今コメントのところ、あ、コメントっていうかあのセリフのところで試着も一応できるっぽいね。うん、コーディネート1からもいけるの、すごいな。なんかレベル高そうだね。はい、もちろん試着も受けたおりますよ。コーディネートも1からご相談に乗ります。アマロリの楽しさをぜひ体験してってください。なんかアマロリの衣装ってしっかりとしてそうだから、うん、なんかあんま試着とかって本当にしていいのみたいな。確かにね、不安になるよね、うん、いいんだね。ちょ、あんた何を勝手に。私はそんなつもりじゃ初心者さんは1名ご案内彼氏さんは何か適当に注文して待っててくださいねお待ちくださいねもう彼氏判定受けてしまいましたね。
カリンは店員さんにブティックスペースに引きずられていった。うん、別に彼氏じゃないんだけどね、ただの家族だよ。家族をしてくるじゃんファミリーやん。やっぱそういう海外の方だから意識的に強いのかな、ファミリーみたいな、ね。カリン店員さんにあれこれ勧められてる。どの服もピンクでヒラヒラでフリフリですごいな。あ、なんか店員さんのテンションが上がってきたっていうか店中の店員さんが集まってきた。ああじゃないこうじゃないって議論を始めている、あれですかね、素材がいいからですかね、かな、うん、やっぱりアイドルもやってる方だし、まあ、体とか肌とかにも気使ってそうだから可愛いしね。実際あの着せ海外があるみたいな、まあ気持ちはわかるけど、かりんすごい美人さんだからね、自分の手で いじってみたくなるんだろう。あ、我慢できなくなったのか、かりんが店員さんに言い返した。うんうん、お人形さんみたいにじっとしているなんてらしくない。これでこそうちのかりんだよ、うちの面うちの面しとるで。かりんと店員さんの相談はヒートアップしていく。つかみ合いの喧嘩になりそうなほど白熱したそんなにみんな燃えてるなめっちゃ流暢やん。第三者の目で、まあ、旗からね見てるだけなんで当事者じゃないから余裕のよっちゃんですよね今ね。アマロリって実はこんな熱いものだったのか、うん、ね、熱い文化だったんだね。ちょっと甘く見てましたごめんなさいって感じですね。カリンは30分もかけて相談を済ませようやく試着室へ消えていった。あ、まだ来てなかったんだ着る前段階の相談だったんだね。着てあれじゃないこうじゃないっつってるわけじゃないんだ、うん、あ、コーヒーのおかわり欲しいよご注文ありがとうございます飲みきっちゃったそりゃ30分もいたら飲みきっちゃうか。さすがにちょっと店員さんの目が痛くなってたからね、お前何もせんのかみたいな30分も何もせんでおるんかみたいな感じか、ちょっと痛くなるよね。ことん待つことしばし、カリンが試着室からおずおずと姿を現した。おお、かわいいっすね。これで消せるんだっけ。おお、こういう感じなんだね。もっとなんだろう、あ、スカートの端とかもっとフリフリしてんのかな。確かフリルが袖にもあるし、白くて確かにロリータっぽいファッションですね。黙って見てますね。おお、長いな、あ、長いな沈黙が。ちょっと何か言いなさいよ。いつもは軽口叩いてばっかなのに、なんでこういう時に黙っちゃうの。ちょっと私たちもね、この CG が映った時黙っちゃったよね。うん見入っちゃったよね、つい。あ、こういう構造、あ、可愛いなみたいな。うん、あ、数秒間意識が飛んでたよえ、何これ意識が飛んでたんだ。飛んでたここかわいいなとか見とれてたとかじゃなくて意識が飛んでたんだここかわいい、かわいい、カリめちゃくちゃものすごく激しくかわいいよ。あー、もうどうなってるよ、カリは天使なの意識にキモオタ感出たんだけど主人公今まであんまりキモオタ感出てなかったのに途中までは。カリンは顔を真っ赤にして黙ってしまった。あー、もうそんな仕草もかわいすぎる。ちょっとどうしようちょっとの小さいつが入らないぐらい驚いてるよちょっとどうしようなってるよねえ、どうすんのこれ セールスマンのセールスウィマーもびっくりしません、ね、ちょっとどこが初心者よ、これ完全にプロの犯行じゃない店内がざわつき始める。店員もお客さんもみんな仮に注目している。だってそんなの当たり前だ。カリンはこの中で一番誰よりも可愛いんだもの。あなたうちで働いてみない、バイト代結構いいのよ勧誘が始まっている。嬉しいんだけど。でもそれがあるからダメだ、ダメだ。私別に仕事があるから。結構スケジュールタイトそうですしね、掛け持ちは厳しいか、うん、あー、そうなんだ、残念。でもあなたぐらい可愛ければそりゃ他にも引く手余ったよね。そういうのとはちょっと違うんだけどロリータファッション系で売ってないっていう、ね、あのもしかして弥生かりんちゃんですか。やばい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 、ガール A、 ガール A、 ガール A、 うん、そうだけど。いや、答えちゃうんですかあ、でももう隠せないか、無理か、まあね、ほらやっぱりかりんちゃん本物。でもやばいぞ、アイドルに彼氏がいるってことバレちゃうね。それはまずいよね、一旦
ムービンだけ、あの青のムービンだけ逃げますか一旦距離離しときますか、あの隠れときますか、うん、ファンです、いつもライブ見に行ってます、かっこいいカリちゃん大好きです、あずるっこずるっこってなんだ私のが先にファンだったのに、ああ私もカリちゃん大好きありがとう、カリン完全に素で照れてるな、突然ファンに囲まれたからか、いつもは着ない服を着ているからか、今日はいつもと違ってアマロリなんですね、隠れ趣味とかですか、そうか普段のやっぱイメージからは、うん、この服が好きだっていうイメージ持たれてないのか、うん、まあそんなとこ、いやツイッターで情報拡散されちゃうなこれ、あ実はアマロリが好きみたいな息にかかれるキャーカリンちゃんとお揃い、いつものかっこいいカリンちゃんも最高だけど、かわいいカリンちゃんも死にそうで死にそうにかわいいです、よかったね、でもなんかイメージと違うわとか言われなくてよかったね、うんまあそうだね、ファンの中にもそういうこと言っちゃうやついそうだから、あのサインもらってもいいですか、あ私にもサインください、うん、ありがとう、いつも応援してくれて本当にありがとうね、サインどこに書けばいい、カリンの周りにファンの女の子たちが群がる、それを見てさらに何事かと人が集まってくる、フリルとレースとふわふわのひらひらで胸焼けしそうな空間だ、カリンと女の子たちの楽しいお茶会はそうしてしばらくの間続いたんだ、これ大丈夫、まだ関係者と思われてないのかな、まあ、ちょっと遠くにいるから店員さんだけちょっと知ってるかもしんないけど、まあ遠くにいるからセーフなのかな、ね、